被災地に来てもらうことを観光と呼ぶのが正しいかどうかは分からないけども、被災地に来て実際に壊れたところを見てもらう。そうするとその中で大切なことは、積み重なった車にはドライバーがいたんだですね。それからこうやって壊れているうちには家族があったり会社があったりしたんだ。無機質のものが壊れたわけではない。そういう有機的なものが壊されて、今まさに私たちは有機的な活動をしようとしている。で、来てもらった人には本当のその災害というものをそこで感じてほしい。宮城県気仙沼市はマグロやカツオ、カキやホタテの魚介類、そしてフカヒレの生産量が日本一という日本有数の水揚げを誇る港町でした。昨年9月、地元に活気を取り戻そうと復興屋台村の建築が始まりました。そして12月、地元の期待を一身に背負い、復興屋台村気仙沼横丁がスタートしました。物販6店舗、飲食店16店舗、計22店舗が軒を連ねています。この横丁でイタリアンが食べられて、そして漁師の料理が食べられて、締めのラーメン食べられて、本格手打ちうどんが食べられて、本当にバラエティに富んでて、韓国料理も美味しいし、本当に各お店色があるし、飽きないっていうか、そのはしごしたい気分になる。それが横丁の魅力なんですね。こちらは新鮮な魚介類を販売する浜市水産。この日も水揚げされたばかりの魚がたくさん並んでいました。大体8ヶ月ずっと仕事してなかったから、今はちょっと仕事に飢えてますね。 やってみて、ああ前とは違う、やっぱゼロスタートなんだなって。でお客さんが来て、ほら、なんていうの、おいしかったとこかなとかって言われると、やっぱね、それなりにやる気が起きます。不安はありますよね、やっぱ先が見えないから。でも何かしなくちゃいけないから、仕事ね、こうやっておいしいお魚を提供できればいいかなと思って、一からまず。こちらは漁師料理を提供するタイ料丸。昼のランチタイムから大盛況のようです。今回神戸から初めて来たんですけど、市役所を回ってこちらに来ました。特にね、味噌汁がね、コロンとした魚が入ってて、とても良かったマグロですね。マグロが入ってて。ごちそうさまでした。まず復興の架け橋として必要なものだと思いますけども、まあみんな仲いいですよ。助け合いの精神でやってます。皆さんもは？すごく元気がいいです。私何もないけどね、元気だけは。お金もないけど元気だけはいいです。 本当に生かされた命なんで張り切っていきます。続いてはたまらん屋。こちらは何を提供しているかというと、大判焼きの調理器で作るオリジナルのお好み焼き、名付けてたまらん焼き。エビ、ホタテ、昆布など魚介類が入っています。お客さんにも大好評のようです。いずれB1 とかに出たらすごいですうね。わー、うぜぇ。声が。この発想はないですね、大阪には。これ回転焼きなんですけど、回転焼きのこういうのを使ってこういうのを作るというのはないですね。あ、そうですね。続いてのお店はカニ物語。幻のカニと言われるマルズワイガニを販売しているお店です。ヨーロッパではカニの王様として大人気なんだそうです。もちろんこちらでいただくこともできます。どこかで店をやろうとか、私たちの場合ですと、どこかで工場をやろうとしても、すべてもう建築制限がかかっててですね、何年後かでしか、次の工場を建てれないというような状況の中で、まずここに店を出せたということですから、のろしを上げるという意味では、非常にいいスタートの場所だなというふうに思います。ここは2年後、3年後でですね、撤退しなきゃいけないという部分が出てくるんですけど、この店が少しでも大きくなってですね、3年後ぐらいに他の場所で、このカニ物語をまた継続して運営できたら、いいなと。それがまあ今のところの目標です。最後に紹介するお店は
野菜を格安で販売している宮川商店。昨年10月、崩れかけた店舗で地元住民のためたくましく営業している姿がありました。夜がすんごい暗かったんですよ。どこ通っても街灯さえなかった時だったのかな。で、これがここができてすんごい明るくなったんですよ。あ、なんかちっちゃいけど街かなっていう、頑張ってね頑張ってねっていう声をもらうんですけど、みんなもうこうなってからみんな頑張ってるんですよね。だから、うん、なんて言うんだろう、そういう言葉よりも気仙沼に来てこういっぱいこういう風景を見て、うん、なんていうか感じてほしいものがあります。こう人をここに呼び込む仕掛けだったり仕組みっていうのをこれからどん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 出していかなきゃいけないので、例えば今 JTB とコラボレーションして必ずバスをここにつけてもらえるような仕組み、あとは気仙沼のホテルと連携してここに、お客さんを呼び込む仕組みっていうのを作ってますので、全国の皆さんが自分の横丁だと思ってここに来て、で自分の家に帰るようにただいまって言ってお酒を飲み、そんな感じでこうくつろげたらいいなって思ってます。だからみんな来てけさん、気仙沼いいところですよ。もうね、おばちゃんおじちゃんに話しかけるとね、長いけど話長いけど、でもポッと心があったかくなるようなそんな場所なんで、ぜひ来てけさん。